森下駅は愛知県名古屋市東区徳川にある名古屋鉄道瀬戸線の駅である。駅番号は ST05。森下という駅名は駅南側の森下町という旧町名に由来する。旧森下町は片山八幡神社から森下駅に向かって坂を下ったあたり、現在の徳川2丁目19番の22番あたりに該当する。森下駅は 大曽根交差点の南側に位置するが、そこは、もともと全高自動、瀬戸街道、木礎街道の分岐点である大曽根の中心で、駅の北西には、歓楽街が広がり、映画館や銀行なども立ち並んでいた。そのため、森下駅は、乗降客が多く、平面交差する自然の乗り換え駅であったこともあり、準急が停車する駅でもあった。しかし、 1971年に新しく開通した名古屋市営地下鉄名城線の大曽根駅が東、大曽根交差点付近に設置され、その後市電が廃止、さらに国鉄大曽根駅、北口東側にバスターミナルが開設されるにつれ、大曽根の中心は大曽根交差点付近から東大曽根交差点付近に移っていった。その結果、森下駅は、 次第に乗降客が減少することとなった。当駅は、その後無人化され、境乗り入れ開始とともに普通のみが停車する駅となり、1990年には、高架駅化されている。相対式ホーム2面2線の高架駅。現在は、駅集中管理システムが導入されている。大染方に、片渡り線があり、 終わり瀬戸方から来た列車が、上りホームで折り返すことができる構造となっている。最寄りのバス停は、森下駅、吉野山丁目、西大曽根。過去には、駅南側に名鉄バスの森下バス停、駅北側の大曽根交差点の北に名鉄バスの大曽根田中山へ、東に名鉄バスの大曽根と、JR 東海バスの大曽根町バス停があり、名鉄バスセンター、 名古屋駅から小牧、犬山、春日井、瀬戸方面へのバスが行き交っていたが、名古屋市営地下鉄上ミー線や名古屋、街道 A イバス街道 A イバス志田ミ線の開業なども、あり、すでに廃止されている。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、996ページ。徳田光一、名鉄電車昭はノスタルジー114ページ。 東大手、大曽根間上り線が立体化、名鉄10日から、使用開始。交通新聞、P2、AB テラダー U1、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、258ページ。ISBN978 から47億7701万3364。名鉄瀬戸線、栄町や他間連続立体化に、 交通新聞、P1AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書、名古屋鉄道、 2021年8月14日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年、651から653ページ。ありがとうございます。